今回は中村すみれ女流棋聖のネット後の対局を見ていきたいと思います。今回の対局相手は中国の初段のプロの方ですね。黒番が中村すみれ女流棋聖で、後ろ番が中国のプロの方ですね。今回ね、二連生ではなくて星と小目の席ですね。これ、 最近公式戦でも白番で打ってましたけど、非常に珍しいターンですね。ほとんど2連戦打つことが多いんで、まあ、いろんな布石を試してるということかなと思いますね。ここでかかってきましたね。まあ、宇宙流だけではなくて、どんな子でもね、打てますと。 いうことですね。今回はなんか宇宙流っていう感じではなさそうですね。で、下辺で戦いが始まりましたね。この白を封じ込められるかどうかっていうところですねで。持たれていきました。 ここで切りが厳しい手でしたね。まあ、下辺の戦い、始まってるんですけども、戦線を拡大して、ここの切りの断点ね、ありますから。で、白も、下辺のね、白石弱いですので、左下はおとなしく、から、左下辺のね、木を取りましたとで。ここで割り込んだときに、この手が、 厳しい一手でしたね。これは相当読みが悪くないと、自分の読みに自信持ってないと打てない手ですね。まあ普通、部分的な形は、右から当てて、次ぐらいですけど、こう打てば安全ですけど、こういう風に打たれて、間を裂かれてしまいますので、まあ、これで別に黒が悪いわけではないんですけど、 不満だったということですね。左からね、行ってきましたね。この手がね、これも読みに自信持ってないと打てない手ですね。すごい手でしたね。上から押さえれば、一応白をね、封じ込めることに成功してるんですけども、 まあぐらいとして伸びて。こういう風うに封じ込めることで成功してるんですけども。一応白も安心。まあ一目取れれば安心ということで。まあこれ以上の攻めは続きませんので。これも不満だったということですね。やはり普通の図ではもう満足できないということなんですね。それがトッププロの考え方というわけですね。 普通はなんか満足しちゃいそうなんですけども。ここね、もう、助けて。あくまで狙いは、左辺の白ですね。これ全部狙ってますよということですね。スケが手筋、手筋でいい手でしたね。これで、ね、なんか、こういうふうに上から押さえても、 裂いてけますし、下から押さえてもこうやって裂いてけますので、こうやって出てくることができますので、ここら辺がね。付けが非常に手筋でいい手ですね。相手の方も相当強いですね。黒が本気で取りに来てるんですけども、やっぱ白も相当強いしのぎですね。でこちらに打ちまして、 これも最強でしたね。この手はもう最強種の連続ですね。これも押さえて満足しちゃいそうなんですけども、一、は、応、い、コスミ付けぐらい打って、って打って、まあこんな感じで。一応ここの黒は取られちゃうんですけども、結構いい形で押さえて。まあ、この戦いは黒も一応やれるとは思うんですけども、 やっぱ、ここの、下辺の白相当攻めたいということですよね。結構黒はポイント取ってるような気もするんですけどね、ここら辺は。まだまだ満足できないと。まあ、やはり、少しの得では満足できないと。相当飛ぶしないと満足できないということですよね。やっぱ、もうこの下辺の白ここで取っちゃえば、もうここで5が終わって、終わっちゃうわけですから。下辺の白、 取れちゃうのが一番いいわけですよね。それをあくまで狙っていくということですね。まあ、ただ一応ここ白もね、飛び出すことができて、まあ、これは黒がちょっと本気で取りに行ったんですけど、歌も出せましたんで、まあ、白としてもここは不満ないのかなと思いますね。でこの時に、ここ伸びたんですね。これもね、これ白もね、普通の手では満足できないということなんですよね。 白も最強に打ってますね。これ部分的には次に切れてありますので、まあぶつかれば連絡できてるんですよね。連絡しつつ頭を出せてますので、これは白、不満はないのかなと思いますね。ただ一応ここら辺跳ね、あの、この、跳ねられちゃうのが嫌だったということですね。一応これに、形悪いんですけど、逃げ出せるんですけどね。取られてはないんですけども、 逃げ出せるんですけども、ちょっと嫌だった。跳ねられて形崩されちゃうのが嫌だったということですね。まあだから、白ここに最強によって、相手の方相当強いですね。ここに打たれて、白まずいように見えるんですけども、しのぎが読み切れてるということですね。お互い読みに自信持ってますので、相手の手に最強に 反発してますね。これで死の、受けてるという読みですね。これ、こちらに守りましたね。これはなんか、ここら辺、打つのもありました。これは完明な、打ち方ですね。一応、白をここに出て、押さえた時に切れば、黒を持たないということですね。どこかの黒が取られてしまいそうということですね。なので、 ま、引いて、ぶれぐらい打って、一応ここの種石取れると、取れますということですね。で、黒も、ま、ここに隅に打って、これは振り替わりですね。隅を黒が取って、まあ、一応この種石は取,れ取られてしまうと。ただ一応黒も地を稼ぐことができますので、まあ、いい勝負ですかね。 これが不満だったと。わかりやすいんですけど、不満だったということですね。こっちに打って、まあ、ここ一応白が連絡できるんですけど、右辺突き破ることできますので、これ押さえる手はありませんので、押さえると、こう、こに打たれて、まあ、黒が、ここら辺の白取られちゃいますので、 お互い最強て打ち合ってたんですけど、面白い振り返りになりましたね。これは、黒を結構変化あげましたかね。右辺の白地を突き破って、いい形で突き破りましたので,で、黒損害がほとんどないんですよね。ここら辺の黒石全部助け出しましたんで,で、真ん中ここら辺も結構突き破ってて、相当強い石ですので,で、この真ん中の白まだ攻めれる可能性ありますので、ここ黒がね、はっきり、 ポイント取ったかなと思いますね。白も一応ね、うまくしのいだんですけども、中村すみれ女流規制が、もう相手の読みをね、上回った形とやりましたね。で、この飛びがね、気づかない手なんですよね。この真ん中の戦い、やっぱ急場と見てるわけですね。で、これあんまり字を気にしてない手なんですよね。この真ん中の要所。 一番厳しく攻めたいっていう手ですよね。バランス取るなら、ここら辺開く手も大きいんですけどね。このたつきの後ろに対してプレッシャーかけつつ、まあ字を取ってというバランス取った手なんですけども、なんかこういうバランス取る感じではなくても、大きに、もう字は気にしないで攻めてしまうっていう手ですよね。だから非常に攻めの力が強いですね。こういうとこ気づかないんですよね。 普通は一応白も黒が開かなかったので押さえ込みから二間に開いてこの右辺の白は結構安全ですかね。生きることはできますけど一応黒もなんとなく上を封鎖してこの白4子を狙ってるわけですね。 この手いい手でしたねで。付け引きいい手でしたねで。この時に次が、ここで一応結構冷静な手出ましたね。難しいとこですけど。まあ、ここ、隅、しっかりこれ白取っておくっていう手もありましたね。これ隅、あの、白からぶつかる手があって、あの、 隅、黒の確定字ではないので、しっかり確定字にしておくっていう手もありましたね。ただ、ここ上跳ねられるのが嫌だったということですね。まあ一応、伸びといて字には、黒字になるんですけども、やっぱ、こういう、なんか字を取るのはあんまり好みではないということですかね。次は結構、頑張った手っですね。 で次,で次がこの飛びになったんですね。ここ黒が、結果的に黒がはっきり少しポイント取りましたね。あの、これどういうことになったかっていうと、次と飛びの交換なんですよね。この交換黒が得してるんですね。どうしてかっていうと、この状態で、ここの白っていうのは付け引きがもう効いたので、すでに強化され、補強されてまして、強い石なんですね。また隅に。 打つ手残ってますから。この白はもうほとんど攻めが効かない強い石なんですね。手を抜くことが可能と。で強い石から白はさらに補強したので、これはまあ、ここの補強強い石から補強したので、白は石重複しちゃったんですね。まあ、ここの援軍という意味もあると思うんですけど。 なので、強い石からさらに補強ということで、と働きがあんまり良くないので、この交換黒が打したんですね。この瞬間、ここが厳しかったですね。ここに打つ手がありますので、この狙い。ここに打てばちょっと黒字なくなっちゃいますんで、厳しかったですね。 あとは。この効果は得しましたと。で、この伸びがちょっとやりすぎでした。さすがにやりすぎでしたね。あの、頑張りすぎでしたね。これ、この状態でもうすでに黒が少しポイント取ってるんですね。なのでもう満足できる形になりましたので、ここに打つのが大きかったですね。先ほどの図よりも上辺の字を頑張ってますので、 さらにいい形になったわけですね。なんか白が無理やりドカンって入ってきたら、それから伸びとかツケとか打って持たれて、これ黒が相当戦えますので、ちょっとこの白簡単には生きれませんので。ちょっと無理気味なんですね。入ってきたらこれ持たれていけばいいので。これ結構理想的な構えだったんですね。 あと他にはここも大きいんですよね。これ黒から権利、ほぼ権利の場所で、先手に近いんですよね。まあこれ次ぐらいになりますので、まあこれ打ってここに打つのが、一番分かりやすい打ち方ではありましたね。これでかなり黒が打ちやすい展開かなと思いますね。白結構、まあ黒字が結構多いですし、確定、 字とは言わないですけど、結構見た目の字は多いですから。白真ん中、まだまだ負担が残ってるので。黒が字が多くて主導権取れる展開でしたね。伸びが結構この大きくて、手抜けないんですよね。手抜くと。出ている手がありまして、ちょっと白が困っちゃうんですね。 困ってしまう形なので、ここ大きいとこでしたね。実践は、ここはですね、まず、あ、ちょっとこれ、頑張りすぎましたと。すかさず、さすがにこれ白強いですので、こうなってしまうと、この白の飛びと伸びの交換、この交換は白が得しちゃったんですかね。ちょっと強くなっちゃいましたから。 やっぱここが一番大きい場所だったんですね。一番大きい場所に白が打ったんで、で、こう打ってしまうと、慈合いの有利もなくなってしまいますので、ここで形勢不明になってしまったのかなと思いますね。これ伸びるまでは白打ちやすそうでしたけど、これで形勢不明ですかね。隅の黒字が結構なくなっちゃうんですよね。で、ここに跳ねた手が、敗着になりましたかね。 まあここは、ちょっとこれ辛いんですけど、一応ここに打ってれば、隅は黒字でしたね。まあ、こういう手が効くんですけども。まあ、飛ばれて、ちょっと、一応結構白も脱出系なんですけども。まあ脱出系というか、まあまあ結構こういうふうに打って難しいんですけども。まあまだまだ形勢不明でしたかね。 我慢してればってとこなんですけど、ここ最強に行ったんですけども、この手でちょっと黒困っちゃってるんですよね。切りに切る手が読み筋で、取れないですよね。取ると、こうやって潰れちゃいますよね。種し取られちゃいますね。ここら辺はちょっとやっぱり早碁なので、さすがに難しいとこだったのかなと思いますね。読み切るの結構、 ベラだと難しい、難しいんですよね。で、取られてしまって、黒がたくさんある場所で白がかなりいい形になっちゃいましたよね。こうなってはさすがに白1 0点と言っていいかなと思いますね。こうなっちゃうと黒石の方が弱いので渡らないといけなくて、この白はもう結構強いんですよね。やっぱりこの上辺の白も結構強いと。 両方強いんですよね。なので、一番大きい場所ですね。ここ黒から先手の権利の場所だったので、白から逆に白から打つ手が非常に大きい手なんですね。こう打つことによって、ここら辺の黒の方が弱くなっちゃいますから、ここに回ることができて、はっきり白、小生になったかなと思います。小生と言っていいですかね。結構わかりやすく白優勢になったかなと思います。 この5は最後まで打たれまして、どうなったかというと、白、えー、白の2目半勝ちとなりました。あの局面、相当労苦しい局面からかなり追い込んだんですけども、わずかに2目半足りずと、惜しい結果になっ,なったかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。 よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。